キップ寺田純也の歩くことが楽しくなるチャンネル。こんにちは、スキップの寺田です。歩くことが楽しくなるチャンネルへようこそ。今回は首のマッピングについてお話ししたいと思います。まず前回の復習ですが、人間の体が持っているメカニズムとして、首に余分な緊張がなく、頭が繊細にバランスを取りながら動けていると、体全体も効率よく動くことができて疲れにくくなる、といった頭と脊椎の関係性についてのお話をさせていただきました。ではここで言う首とは、どのあたりのことを指していると思いますか？もしあなたが襟のついたシャツをいつも着ていたとしたら、見えている部分が首だとイメージされるかもしれません。あ、ちなみにこのイケメン僕じゃないですよ。はたまたこういうおもちゃで遊んだり、漫画やアニメを見て育ってきた方にとっては、頭の中でイメージする首は目に見えてるこの赤い部分と思われても仕方がないでしょう。実際には首の骨、すなわち頸椎はこの部分になりますが、5キロもある頭を動かすためにある首というものを、骨だけでなく筋肉も含めたら、あなたが思っている以上に長くて広くてしっかりしています。首の筋肉は顎を含んだ前の方まであって、鎖骨まで伸びています。後ろ側は後頭部のこの辺り、そして横側は耳の後ろ辺りが首の上缘になり、鎖骨や背中側まで広がっています。このように首は前にも横にも後ろにもあって、思っているよりも長くて広いことを覚えておきましょう。それでは今回のワークです。鏡に映っている自分を見ながら、自分自身の首を指先で確認してみましょう。今日ものぼるさんにお手伝いしていただきます。はいね。まず顎のラインを触ってみましょう。このように首は前の方にもあることを覚えておきましょう。下に降りていき、鎖骨を確認してみましょう。この顎のラインから鎖骨までが首の前側になります。次に耳の後ろ側にポコッとした骨があるのが感じられますか？そこから指を後ろに伝わせていき、頭蓋骨の後ろ側の底を見つけてください。このあたりが首の上缘になります。背中側を鏡で見るのは難しいと思いますが、できる範囲で触ってみましょう。肩甲骨の一番上の出っ張りのラインを見つけてみましょう。左右それぞれ触ってみましょう。こうやって指先で伝わせた部分が、頭を動かす筋肉、すなわち首になります。ここが自分の首なんだなと思いながら、もう一度指先でなぞってみてください。何か気づきはありましたか？俺の首って思ったより長くて広かっただね。ということで今日の講座は以上です。次回は足のマッピングについてお話しします。最後までご視聴くださりありがとうございました。いつかお会いできる日を。